どうもこまです。トロピコ6実況パート14やっていきたいと思います。はい、こちらは情報章ですね。前回作りました。この情報章を使って、気に入らねえ市民を人知れず事故で消すことができるという裏技をですね手に入れました。これからもガシガシ粛清していきたいと思います。ということで、今回もやっていきましょう。はい、全体的にはですねかなり今いい感じになってますね。お金も11万ドル突破、支持率 78%、 人口853人と非常に良いです。今回もこれ以上の発展を目指してどんどんやっていきたいと思うんですけれどもね。まずやりたいのがですね、観光客増やしたいよね。観光客がまだちょっと少なめだからもうちょっと増やしたいんだよね。観光資源がだいたい今この本島のここら辺に偏ってるんですよね。観光客が来る港でしょ。でこれがなんだっけ、遊園地の桟橋、あとはキャビン村、寝泊まりするとこですね。あとは世界遺産が3つあるのかな。サマルカンドのレギスタン広場にイースターとモアイと自由の女神ね。この3つがあるんですけど、まあ逆に言うとこれぐらいしかないんですよね。なのでもうちょっと増やしたいですね。お金もいっぱいあるからね。うん、今までお金がなくて建てれなかった施設とかいっぱい建てていきたいなと思います。観光、はい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 、古代遺跡とかいいんじゃないですかこれね。あ、安いな、意外とめちゃめちゃ安いじゃん。これいいね。これ作ろう。これどういうところに作れるの。これ設置できる適切なオブジェクトがありませんって出てたけど、どういうことこれ。そっか、これか。まだ開発していないこの島ね。この島にあった最初からあったやつなんだけども、これなんだね。あ、すでに存在して開発されてない古代遺跡の場所にのみ建設できる。元からある古代遺跡を観光用に変えますよって言ってんのか。まっさらで新規には建てれない。そりゃそうだよな。まっさらのとこに建てたら古代遺跡じゃないもんね。新遺跡だもんね。そういうことか。じゃあ、ダメだな。やめとこう。まあ、いずれね、ここの島も今開拓はするんですけれども、ちょっとまだ時期尚早な気がするから、まだね、今はね、この本島の方ね、ちょっと観光注力していきたいね。これなんだろう。シーニックアウトルック。低コストのアトラクション楽しみ提供だって。ここにしようか。キャビン村の脇にこう。はい。一個作っときましょう。民族居住地。これも楽しみ提供する。あ、これそこそこ高いけど、まあ言っても1万でしょ。今俺ブルジョワジーですから。はい。余裕でございますね。もう本当に。へえ、あ、こんな感じね。おー、いいじゃない、いいじゃない。はい。じゃあここに。ドン！あと観光案内所。はい。まあ港がここにあるからね。まあ、ここがいいんでしょうな。この辺りかな。はい。よう。お、観光客なのかな。これは違うよな。これトロピコ人だ。観光客の船は？あ、これかな？これ観光船じゃないかな、これ。お、びっくり。あ、交易ルートが完了しました。葉巻が完了したと。じゃあ次何にしようかな。できれば西側条約機構の方がいいんだよね。同盟結びたいからね。これは密輸業者。密輸業者。でも自動車高いからな。これもいいな。お金がまず欲しいよな。ちょっと浮気しようか。浮気しようか。はい。自動車をじゃあ密輸業者にそっと密輸する。はい。よし。他に空いてる攻撃ルートは、あ、ないか。ライセンス購入する？ 1 万5000円買えるからね。これでもっと稼ごうよ。東側にこっそり行きましょう。はい。これちょっと多めにして。板材多分いっぱいあるから。行ったり行ったり。よっしゃー。はーい。いらっしゃーい。トロピコへようこそー。さあ、どうだ？よっ。あー、ゼロ。ゼロかーい。いっぱい人っぽいのいるけどな。これ観光客じゃないの？あ、なになに、どうした？あー、またゲリラかい。ゲリラか。もうゲリラもう風物詩っていうかね。おー、元気みたいなね。もう今、孫を見るような視線だからね。元気がいいのはいいことだ、みたいな。さあ、一通り完成したのかな？このよくわかんない、これなんだっけ？
シーニックアウトルック、これ何なんだろうな。でしょ、あとはこれか、民族居住地。あ、ワークモードがありますけれども、これは研究必要か。あとは、これか、観光案内所、トロピコーって書いてあるね。いいね、観光案内所だ。じゃあ、いいや。とりあえず、観光客は、まあ、じわじわこれから増えていくと嬉しいなぁ、なんだけど、やりたいのがあって、あれっすね、ウランを掘ったっけ？ウラン掘り始めたんだっけ？これ違う、ウランじゃなかったっけ？そうだよね。ウランを掘り始めたので、原子力発電所を作りたい。原発。原子力発電所。もう、トータル4万8000かかるけども、おい、大丈夫。ほら。いっけー、でかい。汚染がないと言うんだったら、まあ、農園近くてもいいんじゃないのっていう、思うんですけど、いかがでしょう。ここら辺に、ででん！これができたら、もう石炭発電所もいらないからね。ゲリラが、おーっと、どこに行ってますか、君たち。はるばる、こちらの方まで。あ、刑務所？マジか。刑務所か。でも、まあ、もう全然焦ってないからね。だって壊されないもの。あれでしょ？また火つけて帰るだけでしょ？壊すまで居座られたらやばいけどさ、全然だもの。軍隊は作ったっけ？あー、いる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 。あ、戦車部隊が行った！バルンバルンなんてけど。何この。この戦車ないこれ。おもちゃみたいになってるけど。これは強いと思うよ。見た目こんなんだけど。俺に任せろー、これやってやる。最新式の戦車かな。俺、こういう戦車知らないわ。さあ、僕らの戦車が、来たー気持ち悪い。さあさあさあ、来るぞ戦車。あ、どこ行った戦車。え、何をやってるの。ええ警備って言ってるけど、警備。え、いや、燃えてるよね。すごいけど燃えてるし、帰ってくけどね。帰ってくよ。ちょっと待って、帰ってく。なんとかして、これ、こいつなんとかして。撤退してるよ。いや、見えるでしょ、目視できるよね。ほら、あそこにいたよ今。戦車？あと、ちょっとあれだね。車、ここ大変そうだよな、来るの。結構ね、ここ交通量が、割とあるっちゃある。あ、消防車来た。ここバス通すか？ほら、人がね、割と歩いてるんだよね。やっぱ車は富裕層じゃないと使えないからだね、きっとね。これバス通そうか、ここに。バス車庫を通しましょうか、隣にね。はい。あー、できた！そう、原子力発電所ですよ。完成、でかっ！でかいね。すごい大きさだ。電力0メガワット。これなぜかというと、まだ燃料のウランがないからですね。ウランを入れてほしい。よし、バス車庫が完成したので、バスの路線設定しましょうか。まずはここだね。ここら辺結構雇用があるので。はい。で、もう片っぽは同じ島の、はい、またゲリラね。わかりました。お便りありがとうございます。ここら辺だよな。よし。よろしく。住宅増やすか？多分今足りてないよね。失業者122人もいるな。すげえな。ホームレス203人もいる。まずい。アパートかマンション。マンション建てましょうか。ちょっとこの海沿いっていうか、ここら辺ね。リゾート感覚で、ちょっと作ってみましょうか。うん。こんな感じでね。はい。この辺かな？よ。3棟ぐらい。3棟。3つぐらい建てたいですね。はい。いいと思います。そっか。病院とかもセットで建てた方がいいかもしれないね。もうすっかり俺独裁者だってこと忘れてしまってますけどね。何も独裁してませんけれども。大聖堂とかかっこいいよな。あ、これも医療サービス提供する。これもいいじゃん。ちょっとね、作ったことないもの作ってみたいよね。この辺に。うーい。なんかこれさ、橋つなげない？橋。すごい、この実況始めた頃に、
頑張って橋をつなげようとして覚えがあるけどできなかったんだよな。今できるんじゃない？お、できる。いけるじゃん。やろうやろうやろう。橋つなげようよ。島を交互に結びましょう、これ。うん。は。うんうんうん。で、こっち側は、もうこのね、未開拓の島を横断して、こちら側にこうつなげていこうよ。これ長すぎるか？これはいけないのか？これ無理か？え、待って、これダメ？全然ダメ？あダメだ。傾斜した土地だからダメか。ダメか。ダメかも。ダメ、ダメだ。悔しい。あ、そう。あ、ダメか。じゃあ、しょうがない。じゃあ、意味ね。この橋も意味ないな。まあまあいいか。とりあえず取っとこうか。ね、そのうちここの島も開拓するしね。トンネル。これも作ったことはないね。ここにバス停さっき作ったじゃん、バス。ここと、ここを直で結ぶトンネル1個作るか。せっかくなんで。あ、いたいたいた。ここね。他ないもんね。ここらへんダメでしょ。うん。これ作ろうか。はい。で、もう一箇所、出口。よし。いいじゃん。これで中結べてるのかな、これ。であれば、こうやって繋いであげると、使ってくれるよね、きっとね。おー、トンネルだ。右側通行だ。すげえ、中入りたい。確かさっき、古き良き日々、研究完了してましたね。昔ながらの服装をする、観光客の評価が上がる、知識人支持率下がる、保守主義と宗教信奉者支持率が上がると。いいんじゃない？ちょっと昔ながらの服装見たいからやってみましょう。はい。復刻しまーす。はい！あ、確かになんかこのおじいちゃんとか、ちょっとなんか昔ながらっぽくない？これ。シルクハットはしてないけども。シルクハット被ってるよね。いいね。酔っ払ったけど。あ、ゲリラパトロールやった。いいね。でもまた、すぐに反対制覇。はいはいはい。暴動ゲリラですね。はいはい。はい、わかりました。あ、宮殿を襲おうとしてる。あ、え、めちゃめちゃ多いぞ。あれ、ちょっと待って。すげえ多いけど。ちょっと待って。やばくないこれ。え？これ、いつものゲリラと違うぞ、これ。待て待て、なんか立てないとまずいぞ、これ。これ、今までで一番ピンチじゃない、これ。陸軍基地、クイックビルドするか。よ。クイックビルド。金に物を言わせる。おっしゃ、完成。外国人労働者を雇う。雇う、雇う。こっちも。予算マックスにして、速攻で行ってくれ、速攻で。あー、戦ってる、戦ってる、戦ってる。これ負けるじゃん。多勢に無勢だよね。あ、やばい！来た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 ぞ！早く早く戦車早ーくやばい！急に撃たれてる。えらい急に撃たれてる。あー、負けてしまう。ちょっと待って、終わる終わる。プレジデントどこ行った？プレジデント。お前ゲリラ、ゲリラの中通るの？すごいね。この知名度の低さは半端ないね。すごい。こんなエキセントリックな格好してるのにね。スルーされたね。それはそれでどうなんだ君、悲しくないか。あ、やばいやばい、すげえ減ってるぞ。これ壊されたらゲームオーバーじゃないのこれ。もう全然出てきてくんないんだけど。ちょ待って、マジで。これどうにかできないんだっけ？終わるんだけど。終わるんだけど。なんか金握らせたりできないんだっけ？終わるけど。マジで？こんな風になるの？そうですか、そうですか。いやー、すごいね。意気揚々と。あ、明るい未来が待ってると思ったのにな。ゲームオーバー。宮殿は反体制派に抑えられました。お急ぎをプレジデンテ。変装を。金のバスタブに内蔵した脱出用スライダーを使うときは来たようですな。みすぼらしいホームレスの格好をしていれば怒った民衆にも気づかれずに出られましょう。失礼、変装の仕上げにパリの路地裏ムスクフォーメンをかけさせていただきますぞ。大丈夫、すぐに鼻がやられますから、この悪臭も感じなくなります。マジか。
なんかゲリラに宮殿が攻撃される悪夢を見ちゃってさ、もう参ったよ。ね、多分予知夢だと思うから先に陸軍基地作っとくね。ああ、反乱です、プレジデンテ。やっぱり夢は当たったな。おー、いっぱい来る。すごい数だもんね。見てこれ。うーわ、マジか。これちょっとあれですね。あ、わかったわかった。あれだ、移転すればいいのか。陸軍基地、これ移転しましょう。他の島にある陸軍基地を全部ここに集結させよう。バラック壊して、それがいいわ。よし、さあこれで頑張ろう。第一波が行きましたけども、これはやられるでしょう。あっという間でしょう。わ、もうすごいもん。あっちゅうまだよこんなん。はいはい、じゃんじゃん来るよ。お、来た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 。頼むぞ頼むぞ、不届き者やってしまえ。あとは戦車が来れば。あー、時間稼ぎにもならない。あっという間、瞬殺やないか。あ、来た来た来た、戦車来た。これは強いぞ、これは強いぞ。しかも今度はカックンカックンしてない。これは強いぞ。あー、強い強い強い、すごい勢いで減らされていく。うわ、強っ。あー、ちょ待って、え、もう出てこないのこれ。またやられるやんけ。いや、またってか夢の通りになっちゃうやんけ。ちょっとちょっと頼むよ頼むよ。あ、装甲車のパワーアップもできたんだ。へえ、こんなのあるんだ。パワーアップしよう。遅いね、今更ね。今更遅いけどもね。まあ多分これも夢だと思うよ、これ。これ夢だわ。ダメだな。ダメだな。戦車戦車、あ、来た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 、戦車来た。頑張れ戦車。わ、強い戦車。さすが戦車。いいぞ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 。勝った勝った、やった勝った。いやー、よかった、夢じゃなかったわ。戦を実感したね。よかったよかった。いやー、恐ろしいですね。あんな風になるんだ。あんなゲリラがいっぱい来ることもあるんだね。防衛っていうのは重要なんだということですね。空母作りてえな。高っ。ちょっとお金貯まったらまた空母作ろうか、今度これ。それまでとりあえずね、陸軍基地を各島に作っておきたいかな。宮殿が残っていればゲームオーバーにはならないから、まあ、そんなにがっつり作る必要はないとは思うんだけど。はい。さあ、原子力発電所はまだ、あれ？これ、ウランが全然作れていないということか？予算マックスにして改良しようか。パワードリル、カナリア。お金がないけどね。大丈夫。命があればお金なんて。いかん。ホームレスすげえ増えてるな。ちょっと人増やしたい。でも人増やしても、あいつらゲリラなるからな。ゲリラなるの嫌だな。どこに増やそうかな。バラックが多いところがいいですね。ここ多いね。農園島。連続3棟ぐらい建てておこう。よし。あ、やった！ 1000 人いった！嬉しい！おー、すごい。いいですね。1000人です。ありがとう。みんなありがとう。お、すごい！原発が煙をめっちゃ吐いてる。煙なんかすげえリアルじゃない？これ。おー、蒸気が。はいはいはい。800メガワット、すごいね。これはすげえわ。じゃあちょっとこれ、発電所を一回停止しちゃいますね。どうしようかな。完全に壊しちゃっていいのかな。一回停止だけしましょうか。停止すると、お金も維持費もかかんないからね。はい。停止します。ちょっとこれ、早く、なんだ、達成したいんだけど。ずっと残ってるからね。ラム酒をじゃあ東側に最低数量で売りましょうか。はい。よし。はい、またラム酒完成。あれ、これが満たされないのはこれなんでなんだっけ。輸入、あ、そっか、輸入か、輸入か、輸出じゃなかった、輸入なのね。いやー、輸入かー。
安いのでいいんだけどね。ミルクとかでいいんじゃない？こんなんで。これ安いよね。これ輸入しようか、ミルク。はい。初めてだ、輸入なんかすんの。原子力発電所改良できないんだっけ？あ、いけるね。あ、いいね。ウランのインストック容量500減る。これいいですね。そう、ちょっと心もとないなと思ったんだよね、500だとね。はい、ため池作りましょう。鉛シールド。仕事の質が15上昇。いいでしょ、やりましょう。よし。いいよ。よし、ミルク完成です。やったー、要求完了。嬉しい。はーい、ありがとう、ナディアさん。設計図かな、設計図がいいかな。プラスチック工場の設計図。そう、いろいろね、産業もやりたいんだよね。原子力発電所もこれ、ウランが枯渇することなさそうな気がしてきたので、もうこの発電所壊すか、これ。これもいらないと思う。石炭発電所ね。壊しまーす。破壊。で、変電所をつなぎたいんですよね。多分、今この右にあるこの緑丸ね。これが原子力発電所の電力の届く範囲だから、それと、この変電所の青い縁の丸が重なればいいんでしょ、きっと。例えば、ここら辺にね、もうギリギリ重なるところにこう、そういう意味じゃないの、これ。よっ。ここに作ればいいんじゃないん、これ。もうクイックビルドしちゃうか。よっ。はーい、できた。変電所。で、今度は第二の島にまた変電所を作れば。あ、そういうことだね。はいはいはい。素晴らしいじゃないですか。この第二の島を全体をカバーできるようなところに置きたい。ってなると、やっぱりこの辺りかな。はい。よっ。はい。環境グリッド、電力、はい。OK ですね。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいですね。ちょっともう壊したね。発電所。破壊。じゃあ代わりにちょっと働くところを作りましょうか。あ、選挙だって。スピーチいらないわ。もうだって 85% 支持率あるもん。もう、安泰、盤石。はい、スピーチいりません。もうスピーチなんかしてる場合じゃないから、今俺。雇用を確保するのに必死だから。繊維工場。羊毛か綿を加工して衣服を作る。羊毛は確か、羊牧場があるから。はい。繊維工場を作りますか。あ、ちょっと待って。羊牧場あったよね。はいはい。あ、豚だった。羊じゃねえ。あれ？俺羊っていなかったっけ？あ、変えたんだ。別の作物に変えたな。ダメじゃん。家具工場は？あ、板材だって。お、いいじゃんいいじゃん。これしましょう。板材すぐ隣にあるからね。これ作りましょう。はい。じゃもう一個ぐらいなんか。缶詰。魚を加工して缶詰を作る。あ、いいんじゃない。よっ。よーし。これで雇用も確保だ。よし。じゃあ今日はここまでにしましょうか。いやー、今回はなかなか波乱がありましたね。夢の中でね。夢の中で宮殿が壊されてしまいましたと。ね。ちょっと貧民に身をやつさなきゃいけないっていう悪夢でしたけれども。うん、夢でよかったわ。ほんと。はい。軍隊は大事だぞと。いうことですね。あとはね、原子力発電所も作りましたんで、電力はこれで安泰だな、きっとな。はーい。よーし。まあちょっとね、ゲリラ反体制派に気をつけつつ、発展していきましょう。はい、よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイートもやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もお待ちしております。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。